百秋武道具店の動画。こんにちは、百秋武道具店のうがです。やってますか。もう今日はいつもの稽古と違ってお礼のメッセージビデオになります。チャンネル登録者数2万人、どうもありがとうございました。ありがとうございます。2万人の瞬間何やってたかというと、僕今イタリアに来てるんですけども、ちょうどこちらの人たちと剣道稽古させてもらってまして、そして稽古終わった瞬間、あ、2万人になってるということで、もう本当皆さんありがとうございます。もうすんごい数の方がご覧いただいてると思います。それで、やっぱりね、日本だとなんかその剣道やってる人が減ってるみたいな話あるんですけども、外国だとやっぱりね、すごい活気なんですよ。剣道やっぱり流行ってるかもしれない。もうかっこいいんだって。もうみんなかっこいいかっこいいって言ってくれて、剣道大好きなんです。めちゃくちゃ熱心で、だからもうやってて本当に嬉しかったです。そんな上またチャンネル登録者数が2万人になって二重に嬉しかったです。ちょっと待ってね。と同時にお詫びがあって、いろいろこれまで YouTubeのビデオの中で生意気を言ってしまいまして申し訳ありませんでした。もう本当にこれだけはもう言わせてください。すいませんでした。というのは、僕自身その学校の先生やおまりさんとかね、その教えるプロの方じゃないですし、インターハイや全国大会出たっていう経験もないです。ないです。全くない。だから皆さんと同じ剣道がただ好きな一愛好家なんですよ。にもかかわらず、そんなに皆さんも見ていただいて、もう本当に感謝なんですけども、そういう、学校の先生とかね、おまりさんの方から見たら、本当にもうお叱りいただくことばっかりだと思うんです。言ってる内容も間違ってることもたくさんあったかもしれないです。なんですけど、本当になんか一方的に先生ってこう教えるんじゃなくてね、皆さんと一緒にこれから上手になっていきたいと思って、僕もまだまだ修行中なんで、これから一緒に頑張っていきたいと思います。今回チャンネル登録者数の2万人のプレゼントなんですけども、もちろんご用意してます。前回1万人の時には T シャツやりましたね。今回はアプリ作ってます。アプリを今作ってます。どんなアプリかというと、素振りのアプリなんですよ。素振りのアプリで、なんていうかな、今日その素振りをした本数100本なら100本をピッとアプリから入力すると、全国のランキングが出て、その中で自分が今何位だみたいなね、そういうのが分かるようなアプリを作ってます。なんかアプリ作るのってすごい大変なんですね。完全に甘く見てて、今日の日に間に合わなかったんですけども、できたら真っ先にご案内しますので楽しみにしててください。そのアプリの中ではね、もちろんそのこれまでに振ってきた本数っていう、その累計かな、なんかマイレージ、飛行機のマイレージみたいに今何位っていうのが分かればいいなとも思ってますし、毎月チャレンジがある、今月あ僕は頑張ったんだなとか、そういうのが分かるようなアプリにしたいと思ってます。さらにその小学生の部とかね、一般の部とか、そこもみんな全国の小学生の中で、世界の小学生の中で僕は今何位だみたいな、素振り頑張ったみたいなのでね、僕も一緒にやろうと思ってますので、できたらもうしばらくお付き合いください。今日もご覧いただいてありがとうございました。またいつかお会いできる日を、もう本当にありがとうございます。まだ当店の無料カタログを見たことがない人、防具を買う買わないなんて小さいことは関係ないです。ぜひご請求ください。新聞紙サイズのポスターみたいで見てるだけでも楽しいですよ。説明欄にリンク貼っておきます。